筋肉番付へようこそ。私加藤慶がこのチャンピオンの殿堂よりあなたにお届けしています。競技者たちは20以上もの違った競技に挑戦しにやってきました。ほんの一握りの成功者のみが彼らの名をチャンピオンのリストへ収めることができるのです。それが番付。本日我々は2種類の信じられないような競技をお届けします。最初は一輪車のコースが戻ってきました。そしてそれは以前にも増して危険なものとなっています。さあライクアピエロ2。 In this challenging redesigned course, competitors are required to overcome 9 different obstacles, all while riding a unicycle. First, they face the S-curve slalom, followed by a ramp that ends in a seesaw. Competitors who are able to remain balanced through the bank turn must next dodge the swinging pendulum. Then they'll have to cross the L bridge, clear 3 jumps, and then hop up the staircase.Finally, the log bridge stands between competitors and the finish line. The training wheels are coming off. Who will ride to victory? And who will spin out of control? 一輪車公認指導員の資格を持つ高校1年生、秋元美鈴選手です。165センチ、53キロ、秋元選手が今スタートしていきました。とにかく一輪車の先生の資格を持っております。クリアアウト。Up next is the oldest challenger of the day, 60-year-old Masanori Wakai. 1936年5月1日生まれ、長嶋監督と同い年。 It wasn't Wakai's age that cost him. It was his lack of skill on a unicycle. From the oldest competitor to one of the youngest, next is 13-year-old Eddie Okubo.中学では陸上部に所属しています。なんと東京都大会の 1500m で第3位になったほどの実力の持ち主です。一輪車で鍛えた脚力、そして陸上で鍛えたバネ、これには自信があると語る大久保選手。かなりいいペースだ、かなりいいペースクリアしていきました。さあバンク、そして振り子、振り子、危ない危ない、おっとっと、クリアクリアです。振り子クリアしていきました。さあここからが S 字のクランク、 S 字のクランク、20センチの幅、そして15センチの幅、立て直せるか。あー、惜しいところでした。Next to face the course is Hiroko Igami, age 12. Will this sixth grader ace the new obstacles? Kinjo への買い物は必ず一輪車に乗っていくというこの江上選手であります。さあ角度下り15度降りました。そしてバンク、バンクもクリアした、そして振り子もクリアした。さあ今度はこのクランクの一本橋であります。クランク一本橋、難関のクランク一本橋、どうか。もうちょっとだ、もうちょっとでした。 Up next is Natsuki Hata at age 13. Hata took second place in the All Japan Women's Unicycle Marathon. 中学校1年生、畑夏樹選手です。さあ緊張の面持ちからスタートしていきました。まずは S 字のクランク。96年全日本一輪車フルマラソン大会女子の部準優勝者であります。シーソーだ、シーソー、シーソー、 OK、 シーソークリア、坂を降りました、バンクに入りました。さあ95年一輪車駅伝大会その優勝者、96年も優勝しております。駅伝で2連覇を果たしている畑選手、 S 字のクランク。さあ15センチの幅、これもクリアしていきました。さあここからが難しいぞ、大丈夫か。1つ目のこれをクリアした。さあ2つ目、これもジャンプクリア。3つ目のジャーンクリアです。さあ階段、階段、1段、1段、さあホップからステップ、ステップ、さあホップ、ステップ、ジャンプ、あとは一本橋だけだ、あとは丸太の一本橋だけだ。さあいけるか、丸太一本橋、いった。緊張しまくりでしたね。本当、やっと笑顔が出ましたね。そうですね、嬉しいです。はい。 Sure, a 13-year-old just crushed the new course. But don't think for a second that means it's easy. More when we return.筋肉番付へ再びようこそ。
ライクアピエロ2はたくさんの新しい障害を競技者たちに投げつけてきました。驚くべきことに、たった一人の少女が全てを掌握し征服しました。わずか数人の挑戦者たちがまだ残っております。誰か要求されるバランスを持っていて、彼女と共に番付に入れる人はいるのでしょうか。 Next up is Daiki Izumida. This 18-year-old fell right before the finish line in the first Like a Puro course. He's back today for revenge. さあ行きました。前回のライクアピエロ1ではもうゴールのすぐ手前で涙を飲んだというこの泉田大輝選手であります。軽々とクリアしていきました。シーソー、そして下り坂、さらにバンク、そして振り子、これも軽々とクリアしていった。親父は先ほどつい手前のところでもう涙を飲んでしまいました。さあ息子の挑戦はどこまでいくか。このクランク15センチの幅、これもクリアした。クリアです。ジャンプ1つ目、2つ目ジャンプ、3つ目ジャンプ。さあ行く階段、上りの階段、ホップホップ、ステップステップ、ジャンプ、丸太一本橋。さあ前回ライクアピエロ1ではこの丸太一本橋で涙を飲んだ。これはどうか、行く行く、いった、成功。 Up next is the winner of the All Japan Men's Unicycle Marathon、Takashi Ashino。青春の一輪車乗り、足野隆選手、23歳のチャレンジ。株式会社日本バルカー工業に勤めるサラリーマンであります足野隆選手です。95年96年と全日本一輪車フルマラソン大会連覇しております。さあ足野選手、彼は実力者だ、これは実力者だ。さあこの振り子もクリアしていきました。 S 字のクランクに入りました。一本橋であります。15センチの幅、おお、これもクリアしていきました。ここまでは軽々だ、軽々だ。さあ行く、一つのジャンプ、二つ目のジャンプ、さあ三つ目のジャンプ、これもクリアした。さあ行きます、階段階段、一つ目の階段、お、行った行った行った、二段目、あっと、やってしまった。痛恨、突っ伏してしまいました。Ashino attacked the course and looked confident, right up until he fell on his face. Last up at the gate is Yuichiro Kato, a world champion in unicycling. Two competitors have already defeated the course. Will he become the third? 弟さんも見つめます。さあ加藤選手がスタートしていきました。96年世界選手権個人演技フリーの部門、そして陸上部門でいずれも世界チャンピオンとなりました。このスピードだ、おっと振り子にぶつかった、そしてバンクを戻った、そして軽々とすり抜けていったという、この余裕は一体どこから出てくるのか。それはまさに世界チャンピオンの余裕であります。 100m のスピードが12秒10という世界公認記録の保持者。さあ1段目、2段目、3段目いきました。最後の丸太、Yuichiro Kato could not be stopped. Even when the swinging pendulum clocked him in the head, the world champ pushed onward to victory. Despite a course packed with new obstacles, the competitors were fierce, and three names will be added to this event's banzuke. 3人のチャンピオン、全員にとって勝ち誇るべき日となりました。しかし、休んでいる暇はありません。さらに、名誉への試練、そして栄光がやってまいります。When unbeatable Banzuke returns, get ready for a never-before-seen challenge where victory and defeat rest on the tips of your fingers.